セドロは、経済的に重要な先端化の樹木である。セドロは、樹高30メートルから37メートル、強硬直径は60センチメートルに及ぶ、落葉性の高木である。幅偶数、または、奇数上複用、長さは15から50センチメートル。10から22枚の小葉を付け、小葉の長さは4.5から14センチメートル、幅は2から4.5センチメートル。 花は黄緑色で塩水果樹をなす。額は逆付き形で円は不規則な市場であり、無毛。花弁の長さは幅の約3倍。私有同種であり、大花と芽花は同じ果樹につくが姿勢先熟であり、芽花が先に開花する。メキシコでは5月から8月に開花し、翌年の1月から3月にかけての寒気に成熟する。果実は 長さ、17. 1 7 1トルから4 4 8ト、mm、ル、幅は1 4 0ト、mm、ルから2 1 1トルの超大円形、または大円形の果てで劣化する。各果実は13から34個の成熟した種子を含む。セドロは熱帯アメリカにおいて、戦士時代から木材として利用されてきた。スペインの探検家は、この木が、 旧世界のトゥルーシュダースに似た方向を持つことにちなんで、この木をセデロと呼んだ。初期の論文においてはこの俗はシードリスとされた。1756年にパトリック・ブラウンが出版したシビルナチュラル・ヒストリー・オブ・ジャマイカにおいて、セドレラが俗名として制定された。同書の図版中に描かれた花と果実、及び種子は間違いなくセドロのものであり。 ブラウンのコメントもそれを裏付ける。リンネは、ブラウンの図版を、セドレラ属及び、本種のタイプという位置づけで引用し、1759年に、セドレラをドラタとして発表した。それ以降、アメリカ大陸、インド、東南アジア、オーストラリア産の69の種が、同族に分類された。1960年にスミスは、同族の再構成を行い、 アジアやオーストラリア原産のものをチャンチン族として分離し、セドレラ族にはアメリカ原産の種の実を残した。スミスは広く分布しているシーオドラタとシーフィセリス及びシーアンガスティフォーリアが自然に交雑していること、またそのように仮定すればこれらの種の広範な表現系の多様性を説明できることを示唆した。この仮説を指示もしくは否定する。 実験的証拠はまだ得られていない。セドレラ族の分類に関する最も新しい研究では同族の種は7種に減らされている。このセドロことセドレラオドラタエルには C メキシコな MJ ロームを含む28の他の7種が統合された。この結果として再構成された C オドラタは高度な個体群多様性を持つ種となった。セドロはメキシコ北部から 西インド諸島、アルゼンチンに至る中南米の広範囲で標高1200メートル以下の季節的に乾燥する湿潤な熱帯、亜熱帯林に分布する。チアパス州のアコシンゴでは1800メートル地点まで観測される。ボリビアでは標高3000メートル付近でも発見された。北限は北緯26度にあるメキシコのシナロワ州から南限は 南位26度にあるアルゼンチンのトゥクマン州である。この州はまた、南フロリダ、ナイジェリア、タンザニア、ギアナ、シエラレオネ、フィジー諸島、サモア、バハマ、クック諸島、南アフリカ、トンガ、ニューカレドニアなどにも導入されている。また、コートジボアール、ガーナ、マダガスカル、マレーシア、南アフリカ、フィリピン、ウガンダ、タンザニア、サモア、インドネシア、 ソロモン諸島、スリランカなど各地のプランテーションに導入されている。さらにまた、マレーシア、パプアニューギニア、タイなどの小規模、試験的プランテーションにも導入されている。この樹木は非常に広範に導入、栽培されているため、出自を確認することはしばしば困難である。セドロはガラパゴス諸島においては外来種として問題になっている。 セドロは自然界では常に水はけの良い土壌で見つかる。長い寒気にも耐えるが、3000ミリ以上の高雨地域、あるいは高密度の土壌や水分の多い土壌では繁殖しない。セドロは年間降水量1200、木の成長と生殖は雨季の始まりと同期する。セドロはまた年間降水量1000ミリメートル以下の環境でも生息できるが、成長は遅く。 ねじれた姿になる。年間降水量3500ミ、mm、リメートルを超えるような地域にも散発的に生息するが非常に水はけの良い土地に限られる。セドロの土壌条件に対する要求は厳しいがその詳細は明らかでない。西インド諸島、トリニダード、メキシコや中央、アメリカなどの調査ではセドロがよく見られる場所や良好に生育する場所では共通して 土壌の水はけが良好であることが示されている。ある試験によれば、セドロは虹林での火災後の意外で不栄養化された土壌においてよりよく成長したので土壌肥沃度もまた重要であると思われる。セドロはセドレラ族の中で商業的に最も重要であり後半に分布する樹木である。セドロの身材は方向と虫除け効果のある樹脂を含み、それは 英語圏におけるスパニッシュシダーという一般名の由来でもある。この方向のある木材は、熱帯アメリカにおいて需要が多い。なぜならそれは、無加工でも、白アリや、普及菌に対する耐性を持つためである。セドロの木材は、ハマキの貯蔵箱の材料としてよく知られ、ハマキの保存はこれに限るとされる。材の乾燥は早く、乾燥後も安定している。加工は容易で、 耐久性もあるが、偏在は、平たき食い虫の害を受けやすい。内装立て具、はめ板、テーブル、ボートや、カヌーデッキなどにも利用される。また、飛行機のプロペラとしても利用された。中米ベリーズ国では、マホガニーと材の色味や性質が似ており、より生育が早いことから、近年、マホガニーの代替材として利用されている。中米ベリーズ国では、 樹皮を煎じたものを風邪薬として用いる。樹皮はマーケットでも売られており、一般的な民間療法として認知されている。セドロは西インド諸島や南米では街路樹や緑印樹として重要であり、アフリカにも輸入されている。また、トリニダードではコーヒーやカカオのための緑印樹として利用されている。二0 1三年二月、日本の森林総合研究所はセドロを宿主として、 松茸を培養することに成功したと発表した。松茸の菌糸は赤松などの松の根を覆って菌根を形成し、そこから海上の菌糸集団を作り、白から小実体を発生させる。人工的にこのような条件を整えることは困難なため、松茸の栽培化は実現していない。発表によれば、セドロに松茸を摂取し培養したところ、セドロに菌根ができ白も構成され、 松茸の白独特の香りがした。また、松茸の白を生成したセドロは、白のないものより良好な成長を続けた。ありがとうございます。